立浪監督、なんとかして点を取らないと。中日は3日の阪神戦に1対4で敗れて借金は今季最多タイの13となった。これで今季、甲子園での阪神戦は0勝8敗1分け。5年連続で阪神戦の負け越しが決定した。チームトップの11勝を挙げている高橋宏斗投手でも鬼門突破とはならなかった。先発した高橋は2回、2本のヒットと四球でノーアウト満塁のピンチを招くと木浪にレフト前タイムリーヒットを許して2点を献上。7回にはワンアウト3塁から近本にライト前タイムリーヒットを浴びて3点差。7回3失点で3敗目を喫した高橋は先制点を取られてしまい、その後もリズムの悪い投球になってしまいましたと肩を落とした。打線は阪神先発高橋の前に7回までわずか3安打。9回ノーアウトに3塁からカリステの内野ゴロの間に1点を返すのがやっとだった。立浪監督は甲子園で先に点を取られて、そのまま追加点を取られてやられているという試合が続いている。明日は何とか先に点を取らないとと悔しそうな表情。阪神戦で今季の負け越しが決まったことについて、マンテリンではそこそこ戦えているんですけど、ここで勝てないというのは明らかにマンテリンよりも点を取られてしまう。残り今年はここでは2つなので、1つでも勝てるように明日頑張りますと語った。試合のなかった4日間どんな練習してたのか、ジンタラ練習？立浪さん、そろそろ辞任発表すべきでは。負け続けるって、指揮官の責任やし。点を取りたいなら加藤じゃなくて宇佐美。岡田監督より先に辞めてください。春先が懐かしいですね、春の珍事。同じことしか言えないなら監督辞めろ。ジャイアンツもだけど、本当甲子園で勝てない、疑問というか魔物が潜んでるのか。プロとして大変恥ずかしい。オーナー、球団社長、球団職員、監督、選手全員丸坊主。どうやったら高橋から打てるのか、広島東洋に教えてやってください。ドームができてから中日ドラゴンズは弱体化していった嫌いがあるな。監督やコーチが変わってもずっと打てないのなんでだろうね。バンテリンドームではタイガースに無双してるのに非常にもったいない。ドラゴンズは強くなきゃいかんよ。何の対策もないまま、ずるずる負けてる気がする。先に点取ったら勝てると思ってる、単純脳じゃ全敗だな。もう、中日に興味なくなってきた中日ファン。来年強くなるイメージも持てん。もういいです。来年、新監督でドラゴンズ期待してます。